これ登録のポジションから見ますとフォーメーションは163です、ちなみにワンバックは向井理さんですなんでここだけ湧いてるのかよく分かりませんが、ちなみにシックスミッドフィルダーでございますが、あれ水内さん、覚えてますよね、それから永井健二さん、コント山口君、あと言ってる間にこれはレッズが一応チャンスを迎えてるんでしょうか一応ってごめんなさいねさあそしてギルは、さあ現役さながらに持ち上がった、持ち上がって、さあボール回しております。さあ田口さんから、そして堀さんへ、そして右サイドボールが出て福永さんからギルが、あここはボールカット。さあザ・ミーラがこのレッドボールをしのぎましたが、またレッドボールでしょうか。なかなかね、今年のレッド OB はね、割と平均年齢若くなってるんですよね。特にこのスタメンチームもそうですけど、現役シリーズでそんなに年齢経ってなかったり、まあ各地でサッカーの、ね、指導者だったり、まあ、いろいろ活躍なさってる方が多いですから、まあ、なかなかミーラの方も大変かなと思いますが、さあボールは、あシーナ、キックベイ選手でしょうか、今ボール出したのは。あそして背番号01、望月選手。さあボール今度右サイドの堀高文、そして福永サイド回っておきますが、さあじゃあここでね、ちょっとミーラの方のスタメン紹介ちょっと続けてね、今のうちでやっておきましょうね。あゴール、これはゲットボール、連続役所のゲットボール、オフサイドじゃないよと手を振っておりますが、またあミーラのこれマラドーナ監督でよろしいでしょうか、オフサイドだろうと、猛抗議猛抗議。さあベンチに戻りでしかしあなたはなぜアルゼンチンのユニフォームを着ていることがよくわからないんですが、まあとりあえずの望月さんがですね、ピッチに出てる間は、まあ、ベンチの方で指揮を取っているのはマラドーナ監督ということになるんでしょうね。